OK ですね。OK ですね。はい、では、アナウンスをしましょう。はい、ただいまよりセールを広げます。撮影とかカメラ撮影とか、お願いします。なんかみんないい感じのとこ撮ってるらしいですよ。はい、では、先ほどこっそりテストした位置で。ここですね。私のサイドにいる人は、一番下を押さえておいてください。割と動きます。では、一段開きますね。ゆっくり持ち上げてください。左右引っ張ってください。というのを延々繰り返します。次の位置確認しましょう。あと同じです。お隣さんと大丈夫ですか？場所大丈夫です。はい、じゃあ行きましょう。ゆっくりせーの。ちょっと早いですね。そして多分今だと体温がちょっといけてないんですよね。丁寧に、ほど丁寧に言うんでしょうね。じゃあ次行きましょう。場所を確認していただいて OK ですか？はい、じゃあゆっくり上げましょう。せーの。いいですか？多分その太陽電池に優しくするためにはもう片方の手をちょっと添える感じがいいと思います。はい、じゃあ次行きます。はい、せーの。よし、いい感じですね。見栄えを良くしたいので、ちょっと変わってるところとかは適宜調整してください。はい、じゃあ次行きます。せーの。展開試験と言っていますが、非常に地味で申し訳ございません。見栄えはついて。ですね、どう進めて。はい、せーの。今、このセールは蛇腹状に折りたたまれています。で、山谷で繰り返しておられていて、その折り幅は450mm です。はい、せーの。で、折り幅を
太くすれば太くするほど、幅を広げれば広げるほど、最終的に折りたたまれた方が結構薄くできるんですけれども、端っこの抜けた人、この斜辺の斜めのところに移っていただいて押さえていただくと助かります。1メートルとかの折り幅にしても別に OK なんですけども、450ミリにしたわけです。次います。せーの。その理由はこんな感じに手で広げることを前提としているからです。今回は、その作った方の確認の意味を込めてこれわざと開いていますけれども、はい、今度いきます。せーの。実際のフライト品、飛ばすものはせいぜい 1,2 回しか開きません。これ開けば開くほどダメージが蓄積するんですね。なので作った後できるだけ触りたくないんです。いきます。せーの。でもう一つ、これ一辺が今開かれている一番端 50m あれば 50m 強ありますけれども、それだけのスペースってこういう大きい体育館を探るしか確保できません。で、この体育館の人にちょこっと聞いてみました。これ3ヶ月ぐらいレンチャンで借りるのって OK ですかねみたいなことを聞いたら、当然できるわけですよね。しかもこれは目的外使用でちゃんと申請して OK をもらってますので、特例中の特例なんです。なので、基本こういう広い場所は作るときに使えない、少なくとも長い時間は使えない、なので、我々はどうしたかというと狭いところで作れるようにしています。少なく、細長い廊下みたいな場所がありさえすれば作れるような、はい、ですね。次いきます。制作手順に今しています。でこれも実際あんまりスペースを取らずに作りました。こんな広い空間は使わずに作ったものです。いきます。せーの。なのでこうやって開いて見るのって我々にとっても初めてなんですね。あと半分ですね。よし、いい感じです。はい、次いきます。せーの。先ほどこのソーラー電力セーブ探査機は白膜太陽電池を、大きく広げるという話をしました。皆様のところにも薄いセールを持っていきましたが、それを全部乗っけてしまうとお高いので今回全部ダミー品にしてます。それと同じ硬さ、同じ厚さのものを代わりに乗せています。ロケットで宇宙空間に持っていくとき、このセールは一番最初の短冊状で折りたたんだ状態で探査機の本体にぐるぐる巻きつけた状態で、せーの、打ち上げるわけです。で、でその本体にちゃんと巻きつけられますかという実験は継続的に我々は行ってきました。この4月にも今広げて皆様の目の前にあるセールを使ってちゃんと探査機に巻きつけられますかという実験をしてきています。いきます。せーの。でそのためにはこういう硬いものが乗ってないと試験にならないわけです。なのでこんな一生懸命、ちょっとだけ厚めのものを向けているものです。はい、せーの。今日の後半で、このセールにハーネス、電気回路ですね、この電気を集める線、導線みたいなものを、はい、貼り付ける作業をします。それも、はい、硬さを模擬するためです。実際のセールに乗っかるその終電と電線の硬さを模擬したものを乗っけて、それでもちゃんと巻きつけられますかっていうのを、確認しよう、そのための準備を今日するわけですね。この後そろそろ終わりそうですね。はい、いきます。せーの。はい、今ソーラー電力セール、電力セールが開き終わりました。これが実際に探査機で使われる大きさです。一辺が約50メートル。で、今台形の形状、台形が
実際は使えます。はい、お疲れ様でした。映像の方、ビデオを。